サンディエゴチキンはアメリカカリフォルニア州、サンディエゴ及びその近郊のプロスポーツを中心に活躍するスポーツマスコット。別の呼び名はザ・フェイマス・チキン、KGB ・チキン、あるいは単にザ・チキンなど。1970年代半ばに登場し、現在プロスポーツでよく見られるスポーツマスコットが選手や審判、観客と掛け合うなど、 派手なパフォーマンスで場内を盛り上げるスタイルの先駆的な存在となった。チキンのキャラクターは1974年にサンディエゴの民放のロック系 FM 局 KGB が同局のテレビコマーシャル向けのものとして当時アニメーション制作会社に勤務し俳優もしていたブライアン・ナレルに依頼して作られたものだという。 KGB は当時サンディエゴ州立大学の学生で休職中だったテッドジアンノーラスを採用してチキンの着ぐるみのパフォーマーをやらせることにした。チキンはサンディエゴ動物園で子供たちにイースターエッグのキャンディーを配るというイベントに初めて登場したのだがジアンノーラスの人を食ったようなパフォーマンスが大きな人気を呼び。その後サンディエゴチキンは ジアンノーラスの試合がただで見られるという希望にかなったこともあって、MLB のサンディエゴパドレスの試合にボランティアで登場するようになり、合わせて当時のサンディエゴで行われたロックコンサートにもちょくちょく登場するようになっていた。1979年に会社との関係が悪くなり、KGB は一度ジアンノーラスに帰行、言い渡しチキンのパフォーマンスを禁じたが、大役が演じた。 サンディエゴチキンはパドレスのゲームを見に来た観客から大きなブーイングを浴びてしまう。結局同年6月の裁判所の氷決により、ジアンノーラスが再びチキンのパフォーマンスを演じることが許された。判決の後の6月29日、当時のパドレスの本拠地、クアルコムスタジアムで大掛かりなサンディエゴチキンの復活劇が演じられる。映画2001年宇宙の旅さながらに、 ザラトゥストラ各語り木が流れる中、白梅の扇動でトラックに積まれた巨大な卵がスタジアムに運び込まれた。卵の中からサンディエゴチキンが飛び出すと集まった4万7千人もの監修がスタンディングオベーションでそれに応えた。この頃サンディエゴチキンの成功に習い、メジャーリーグをはじめアメリカ全土のプロスポーツチームにマスコットが急速に普及していった。 またもともとロック系ラジオ局のキャラクターだったチキンは球場に現れる際もロックミュージックと共に登場するというスタイルだったのだがチキンの登場以降メジャーリーグの各球場はそれまでオルガン演奏だけだった場内にロックミュージックのレコードを流し始めたサンディエゴチキンの人気はスポーツイベントなどにとどまらなくなり様々なメディアなどにも登場するようになった チキンは1979年、ロッド・スチュワートのヒット曲、アイム・セクシーのレコードのカバーに登場した。1982年から1985年にかけて放送された NBC テレビのザ・ベースボール・バンチという子供向け教育番組では、元メジャーリーグ保守、ジョニー・ベンチと共に番組の進行役を務めている。また1980年代、マクドナルドの創始者、 レイ・クロックが当時サンディエゴ・パドレスのオーナーでもあったことからマクドナルドのコマーシャルには頻繁にサンディエゴ・チキンが登場した。1991年にジアン・ノーラスは NBA のシカゴ・ブルズの試合でのチキンのパフォーマンスでブルズのチアリーダーから訴訟を起こされている。チアリーディングのパフォーマンスにチキンが乱入しチアガールに抱きついて床を転げ回り怪我をさせたという。 賠償請求額は30万ドルにもなった。1999年と2000年に、WWE のプロレス工業、レッスルマニアにも、サンディエゴチキンが姿を見せたが、この時着ぐるみの中に入っていたのは、元メジャーリーガーのピートローズだった。サンディエゴチキンは2005年に、マスコット栄誉の電動が創設された際、最初に電動入りの表彰を受けている。 公式サイトの紹介文によれば、サンディエゴチキンはそれまでに8,500試合以上のプロスポーツのゲームに登場し、加えてパレードや展示会、メディアなどに合わせて1万7,000回以上もの出演をこなしてきたとされている。スポーティングニュース紙が20世紀のスポーツ界の最も影響力のある100人を選定した際には、サンディエゴチキンがモハメドアリ、ベイブルース、 ジェシーオーエンすらと共に選ばれている。サンディエゴチキンは MLB の球団サンディエゴパドレスの公式マスコットと思われがちだが、正確には同球団の公式マスコットはバットを持った修道士のキャラクター、スウィンギングフライヤーである。チキンは当初パドレスのゲームに520試合以上も連続で登場しているが、チキン自体の半券は球団ではなくラジオ局が持っているため、 野球に限らずあらゆるイベントに登場することができる位置づけにある。ありがとうございます。